さて今アプトという町に向かっているところで、ここねずっと果樹園みたいなのがたくさんあってね、リンゴ取れてるんですよ。でもそれぞれ好き勝手なことを喋りながら進んでいます。本当にそのね、果物の木が毎年毎年業さん作ってたら早死にするのかどうかは分かりませんけどね。で、その行くアプトという町なんですけど、これ変わったスペルですよ。 APT って書くから。でね、昔はね、そのローマの時代はアプタジュリアっていう名前やったらしいです。あ、ジュリアっていうとジュリアスシーザー、そうそう、あのね、シーザーがここに町を作ったからアプタジュリアになったんだそうですよ。だから古いんですね、歴史的に見ると。町はちっちゃいけどね。で、あのちょうどその南フランスで採れたものをパリに送るという時のルート上にあったから、交易路としてね、なかなか重要な場所だったらしいんですよ。知らんかった。で、昔からそのワインとかね、オリーブオイル、こんなものは採れてたんですけど、あの砂糖漬けの果物で保存が効くというのをまあ発見してですね、それを作り、それを法王朝に、まあ、教皇にですね、あの献上したりとかもしてたらしいです。だ、今もジャムとかラベンダーっていうのはここの名産になっていて、まあ、土曜日になるとそれが朝市でね、マーケットが開かれるというので、それを目指して私たちは今進んでいるわけなんですが、あのプロヴァンスっていうのはね、よく聞くんですけどね、私たちこれリュベロン地方っていうのに向かってるんですよ。で、リュベロンとプロヴァンスってどんな位置関係なんて私ずっと思ってたらね、リュベロンって地域の名前じゃないんですって。なんかリュベロンというね、自然公園としての地域があって、その自然公園の中にある小さな小さな村々のことをみんなが人気が出ていくようになったもんですから、リュベロン地方っていうふうに呼ぶようになったらしいです。だからプロヴァンスの中の特にそのちっちゃな町、フランスで一番美しい町とかなんかって言われてるようなところを訪れた人にとっては珠玉の村が集まっているところということなんですって。いや、それも知らんとよう言ったな私はと思うんですけど、なんか行って帰ってきたらね、うちらが行ったところはリュベロン地方って言うんやってなんてアホなこと言ってたんですけど、すっごい賑やか。これでオスやわ。観光客目的なのかなとも思うんですが、しかしここに来ている人は紛れもなくこの村に住んでる人たちなんですよ。なぜかというとね、みんな手に手にカゴ下げてるんです。おじいちゃんもおばあちゃんも若者もみんなカゴ下げてお買い物に来てるんですよ。だから20年ぐらい経った今ね、あのポリ袋やめましょう、プラスチック袋やめましょうとか言って、お買い物の時もなんか自分のマイバッグで買うとかいうのやってるでしょ。ここの街もうずっとこれ本当よ、びっくりするぐらいカゴみんな持ってます。あ、これ変わった、このオニオン玉ねぎなんですね。玉ちゃうやんっていうか、エシャロットみたいなね、形の玉ねぎとか。まあフランス人やからね、上手に飾りつけて売ってますわ。確かにお上手で、そんなにこの時代は高くない。もうユーロがね入ってました。ほら見て見て、みんなカゴ持ってるでしょ。そうなんですよ。まあお店屋さんがね、袋に入れてくれてある袋も下げてるけど、どなた様もカゴ持ちで来たはるというね、いかにも田舎の朝市。
ていう感じでしたよ。これはお惣菜かな。キルティングしたねベッドカバーやなんかですね。まあプロヴァンスって言ったら独特の模様があって色も鮮やかでね、すっごい心がウキウキするような明るい色を使っているのが多いんですけど、そんな高くなかった。テーブルクロスとかいろいろあったんですよ。私ねテーブルの上に敷くのを1個買ったんですけど、あんまりおしゃれすぎて買ったはいいけど使ったことない。なんか自分の家に向いてないの買っちゃったみたい。あ、これがキノコ屋さんです。モレルとか、まあ、後ろに山があるからですかね。いろんな種類のキノコ、すっごい美味しそうな松茸みたい。違うかな、違うんやろな、わかりませんが、これは香辛料屋さん。中東に行って香辛料屋さんはみんな綺麗にね、上をとんがらした三角形のみたいなにしてましたけど、ここはまたおしゃれですね。なんかこういう袋に入れてそれを全部こううまいことね、なんてお上手なんでしょうと思います。これバラの花を乾燥させた売ってましたわ。何すんやろ、お茶に入れるのかなとも思うんですけど、うん、あ、これこのおじさん写真撮って言うてにっこり笑って見せてくださったんですけど、なんかマス寿司に似てません？イワシなんですよ。イワシをあんな風にしてちょっと発酵させてんやろなと思うんですけどね。次はルシオンに向かいます。